はい、今回は宇佐選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木選手がねメジャー挑戦という中で、実はですね今シーズン私が一番注目している選手、宇佐選手なんです。ありがとうございます。はい、ついに球春到来、カープの日南キャンプが今週幕を開けました。そんな中、今チームで最も熱いのが熾烈な外野手争いです。鈴木誠也のメジャー挑戦で開く外野のポジション、そこをめぐりキャッチャーが本職の中村奨成やパワフルなルーキーの参戦など超激戦区となっています。そんな中、我らが山内さんが注目しているのが、積極性あふれるプレーが光る3年目宇草昂輝。レギュラーラッシュへ奮闘する男に山内さんが直撃です。キャンプがねいよいよ始まりましたけども、今の心境を聞かせてください。そうですね、去年怪我でキャンプ全く動けなかったので、久しぶりだなと、はい、そういう感じです。どんなテーマを持って臨んでますか？そうですね、まずはその、自分の基本となる部分を反復練習して、体に染み込ませていきたいなっていうふうにやっぱ思います。やっぱ一番の自分の課題は守備、スローイングなので、その段階があると思うんですけど、まずはキャッチボールから自分で強く意識持って、そこからだと思うので、そこは一日一日積み重ねていけたらなと思います。欲を出しすぎずに、自分のできることやるべきことを徹底してやっていこうというふうに思ってます。できることを、はい、今川田コーチとね練習一生懸命やられてますけども、どんなことを言われてますか？もうスローイングのことも そうですし、はい、打球の追い方とか、細かいことたくさんですね。今の特殊だったらスタートを意識するであったり、グローブの出すタイミングだったり、本当基本となる部分をまずはやってます。外野の守備も本当に奥が深いなというふうに感じていますし、今本当にそういうふうにやってみて自分で感じることが今すごい楽しいですね。楽しいです、はいはい。バッティングでは昨シーズン終盤1番でスタメンに立ち続け、10月以降は3割2分5厘と成績を残しました。ゆうでインタビューした時にはね、入りと左中間を意識してるって言ってましたけども、その後終盤いい結果出ましたよね、はい、その後どう分析してますか？ちょっとその時で、実際試合に出させてもらって失敗した部分もあったので、はい、それより改良できたか、改良してって、はい、それが少し形になったから、後半少しいい結果が出たのかなと思ってるんですけど。どのように？ちょっとボールを後ろから見るじゃないですけど、極端に言ったらロングティーぐらいのゆったりさで、はい、センターにいい角度で打ちたいなっていうのはありました。自分からこう入りも大切だけど、はい、あまり突っ込まないような感じですか？はい、ちょっと入りすぎちゃうタイプなので、はい、そこをちょっといい塩梅で調整、自分でしていきながらっていうのはありました、はい。自らの状態、状況に応じて打撃を見直し結果を出した宇草。理想とするのは去年まで共にプレーした主砲のスタイルです。瀬谷さんなんか見てても、はい、鈴木選手はねすぐ変えて、はい、どんどん変えるので、そういうところは本当見てて、話を聞くというよりもこう見て勉強、感じて勉強することの方がやっぱ多かったですね。いろんな引き出しがあっても、本当に対応 していけると思うので、そういうことは意識しています。熾烈な外野レギュラー争い真っ只中の宇草、最高のバッターから伝えられた金言とは？結構ね、かなり気にかけてもらってる感じしますよね、はい、どんな話をされましたか？いや、もうたくさんですね。技術的アドバイスもそうですし、はい、体とやっぱ技術はつながってるんだということは、はい、全てつながってるってことはもう常々おっしゃっていたので、はい、技術をやろうと思ったらこの部分の力が足りないからできないからウェイトトレーニングをしようとか、もう全てがこうつながってるってことです、はい、こういう動きがしたいけどできないから、じゃあもっと背骨の動きを出るような準備をしようとか、そういうところにもたくさんつながってくるかなっていうのは、本当この自主トレで一番感じたかなと思います。キャンプに入ってこういうことかなっていう感じは分かってきました。なんだ、たまに
こう、あ、こういう感じかなっていうのはあるんですけど、はい、その再現性っていうのがやっぱまだまだ低いので、はい、自分のその基礎となる部分を、まあ、徹底的に反復練習していくしかないかなと思ってます。偉大な先輩と過ごした経験を胸に飛躍の1年へ、並々ならぬ決意で臨みます。本当に今年あのポジション取れなかったらもう終わりぐらいの気持ち、まあ、いよいよやるしかないなと、はいはい、より毎年思ってるんですけど、はいはい、より高まってきているんじゃないかなと思います。試合に出れば結果は出るタイプだなと私は思ってますんで、ありがとうございます。期待してますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。小草選手、あの登場曲が多いけど全部聖夜さんです。何、あ、聖夜が決めてるの。全部聖夜さんがいじってるんです。何かこう自分で今回は決めようと思うのある？したいですけど、アメリカからいつでも遠隔操作させてやるからなって言われてます。やばいっす。